延期海賊自治権は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区バインゴリン、モンゴル自治州に位置する海賊の自治権。古くは、延期国というオアシス都市国家が栄え、粒子という王族のもと、陰王系のトカラ語を話す民族が住んでいた。延期国は、小国ゆえに、時の大国の支配下に入ることが多かったが、一時期は、隣国のキ事国を占領して、 天山南路一帯を支配するほど強情な時代もあった。その後も延期国は時の大国に支配されつつも8世紀までは独立した国家であったが、党によって延期と特府が設置されると独立性が失われ、間もなく途番、海骨に占領される。天山地域に拡挙した海骨は天山ウイグル王国を形成し、500年をかけてその地をル力化していった。 その後、チャガタイ藩国、モグーリスタン藩国、ジュンガル本体時国と支配者が変わり、テュルク化、イスラーム化はさらに進行していく。1757年、真の権利帝の遠征によって、ジュンガル本体時国は滅ぼされ、ジュンガルが支配していた東トルキスタンは、新朝の支配下に入り、新教と呼ばれるようになる。四教、四鎮を管轄、遠畿ウイグル族大モスク。 ありがとうございます。